今ニュージーランドは朝の9時ぐらいです。で、結構朝早く起きて仕事かなって思ったけど、キウイが濡れてるということなので、ファーム仕事ちょっと遅くなってこの時間です。本当はいつも8時とかからなんだけど、なんか昨日雨降ったとかで開始時間が遅くなること多々ある。だから朝起きて近くのカフェでコーヒー買ってビーチ来た。で、そのまま彼はサーフィンに行った。私はなんか家みたいの作って一人時間過ごしてる。今ニュージーランド夏なんだけど、結構水温が低いみたいで、ビキニとかで入ってる人あんまりいない。まあいるけど、何回か入ったけど寒かった。沖縄から出るときにお友達が作ってくれて、超可愛くない？お気に入り、ありがとう。見えてるかな？で、この傘さ、ケーマートっていう、なんかちょっと、なんていうの、安いストアがあるんだけど、そこで。7ドルぐらいかな、7ドルぐらいで買えた。こっちの人結構なんか傘差して行くこと多いから買ってみた。ニュージーランドの紫外線はなんか日本の7倍ぐらい強いみたいで、日焼け止めは絶対塗らないといけない。今は日本から持ってきたの使ってるんだけど、本当はなんかニュージーランドの使うとより効果が高いみたいな、なんか誰か言ってた。見えてるよね、絶対。あ、全然見えない。なのでいいのか。わ からん。あ、上手。ちょっとサーフィン見せるね。時間がずれて出勤です。いつも8時ぐらいからなんですけど、今日というか最近は雨の影響で時間左右してます。ずっとこんな感じで、可愛くない洋服。まあ洋服です。別に何でもいいんですけど、なんか可愛いから2人で買った。とりあえず今日もキウイを取りに行きます。適当に見てください。
想外に仕事が早く終わったので今から買い物に行きます。行きます。パパモアに行きます。雨靴も欲しいね。雨靴欲しいな。日焼け止め日本の使ってるけどこっちの日焼け止めに変えることにします。ぼやけすぎて。何が違うんですか。ちなみに強さじゃない。強さ。じゃあ買い物行ってきます。UCLA 18度で、スパイスガールズとかある。めっちゃ可愛くない。で、$18ケア部屋これ$17。これさ、後ろもさ、超可愛い。ワインける。なんだ、気持ち悪い。今日のご飯はなんだこれ、創作料理、チキンと卵のトマト煮込み。韓国風コリア風全然食べます。